へいよー、ケンツマッシュです。ついに進化カードこと限界突破の情報解禁です。実装日は6月19日で、今回は4枚の進化カードが実装されます。毎日情報解禁していくので、気になる方はチャンネル登録ぜひお願いします。世界一わかりやすく解説していくので、しっかり見てください。進化カードを先行プレイで使ったので、詳しい部分まで触れていきます。まず言えることは、チャンピオン実装の時の方がやばかった。チャンピオンよりは可愛い新要素です。実装されてからどのバトルでも使えます。伝説の道でももちろん使えます。進化カードはデッキに1枚のみ採用できます。進化することができるカードを進化スロットに配置すれば準備 OK。 進化カードは試合中にカードが進化します。進化設定したカードを使用するたびにダークエリクサーが1溜まり、溜まった状態になると進化カードとして出せます。キャラによって溜める回数が決まっていて、バーバリアンは1回、スケルトンは2回など条件が異なります。今回のアップデートではバーバリアン、ロケット星、スケルトン、ロイジャイが進化対象になるんですが、デッキに1枚のみ採用なので、この場合だとバーバリアン、この場合だとロケット星、この場合だとスケルトン、この場合だとロイジャイが進化するといったところで、1枚のみ進化させることができます。なので今までこんな感じでバーバリアンを使っていた人はぜひね、進化スロットにぶち込んでみてください。進化カードはキングレベル7から使えるので、基本全プレイヤー楽しめる新要素です。気になる進化カードの入手方法は、エボリューションシャードというアイテムを集めることです。1枚のカードにつき6個のシャードを集めることで、いわゆる限界突破ができるようになります。特定のカード限定のシャードと、進化するカード全てに使えるワイルドシャードがあります。特定のカード限定シャードは、クラロアパス、シーズンショップ、ミッション、デイリーショップ、伝説の道報酬などで手に入ります。そしてワイルドシャードは課金セール、シーズンショップで毎月1個確定、クラロアパスダイヤモンド、チャレンジ報酬などで手に入ります。今日は進化ロケット星を紹介します。必要ダクエリは2なので、3回に1回進化できます。スケルトンと同じ周期です。追加能力は、着弾したところに花火が発生して継続ダメージを与えるものです。割とシンプル。ステータスを比較すると、 HP が304から435に強化、あとは花火の継続ダメージ追加の2点です。ここで覚えておくことは、矢の雨を耐えるようになること、あとは敵陣で2回撃つことが可能になる、この2つです。ついに矢の雨を耐えるロケット方式が誕生して、みんな震えると思うけど、個人的には進化カード内では最弱だと思ってます。実際どうなのか、強さ弱さに分けて話していきます。強いところで言うと、矢の雨を耐えること、もうこれにつきます。進化ロケット星は3回に1回出せるので、まあ、3回に1回矢の雨を耐えることができると。なので、その進化ロケット星に対してファイボとかポイズンを打たせる必要があるので、一気に防衛力が増します。あとはゴーレムデッキなど、もともとロケット星を弱点としたデッキがもっときつくなります。少しとはいえ、花火の継続ダメージがじわじわ重なっていくので、攻撃ががっつりつくデッキに対してはかなりの強化と言えるでしょう。あとは継続ダメージが発生したことによって、スケラに少し強くなりましたけど、まあ、進化ロケット星で手札に持っている時に相手がスケラ打ってくるかどうかまでは分かりません。強さは異常だ。個人的には一番評価低く見てます。まあ、バランス調整で結構触られるんじゃないですかね。弱いところで言うと、キング起動がされやすくなったというところ。ただ無視するだけだと起動しないんだけど、こんな感じでね、前よりもたやすく起動ができます。あとは能力にね、無駄があると思います。広範囲すぎて移動速度が速いカードとかには刺さりが悪いです。残酷な話をします。そもそも、ババとスケの動画見た人ならわかるけど、進化実装後の環境で矢の雨を使うデッキが少なくなると予想されます。だから、結局ファイボとかポイズンで処理されるんだよね。そして重要なのが、このキング起動率が上がった進化ロケコを採用して戦おうと思うと、みんなは何デッキに入れるのを思い浮かべますか？ロイジェイとクロスボウだよね。ロイジェイロケコの組み合わせは確かに強力なんだけど、ロイジェイの進化がマジでぶっ壊れてるので、ロイジェイデッキはロイジェイで進化確定なんですよ。クロスボウもアーチャー型でスケを進化枠設定確定です。なので弱いというか、あまり使われないということになります。居場所がありません。まあ、それでも希望があるとすれば、明日動画公開する進化ロイジェイでみんな強さを知って、最初に進化ロイジェイが爆流行りして、進化ロイジェイデッキめっちゃ対策された後に進化ロケコ型のロイジェイが流行るぐらいかな。やっぱ進化ロイジェイだけちょっと違ったんじゃないかな。この後、フレバト映像見てもらうんだけど、情報解禁上の都合で、ロイジェイ進化使えないという状況で、フレバとしてデッキにもロケット星を採用してるので、ちょっと強そうじゃんって思うかもだけど、明日全てがひっくり返ります。バーバリアン、スケルトン、ロケット星、今日までありがとう、運営さん。情報解禁順番よく分かってんじゃん。1日目にロイジェイだったら、他の動画全部ロイジェイと比べてけなすところでした。明日のロイジェイ編をお楽しみに。動画の半分ぐらいロイジェイについて喋ってますね。さあ、ということで、やっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、迫撃枯渇でやっていこうかな、今回は。まずは町から行きたいけど、迫撃行っちゃおう。相手はスケ。なるほど、進化スケですね。進化スケから入ってきたと。じゃあ、ヤギゴブ出してあげて、タルババ。なるほどね。これは、バルーンかな？バルーンっぽいですね。
ガゴムレがかなり強いからそこをうまく使っていきたいところではある。さあ一旦スキル使ってあげてからのスケバラまで流してくる。ロケット砲士出してここは一回迫撃で受けちゃいましょう。ガゴムレがあればねとりあえず守れると思うから。でまあここキング起動は仕方ないね。うん、キング起動は仕方ない。スケキン出しとこうか。ガゴムレさえあればマジで守れる。ホームタワーね。なるほどなるほど。いやーこれでも結構かゆいな。もう一発撃って OK、 素晴らしい。これ穴あめ撃ってあげてからのスケブでまあ大丈夫でしょう。 おっとちょっと待って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 、やばい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 。やばいだろこれ。これやばいだろ。これで一旦延命しながら、はい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 、延命してどんどん行くよ。いやー迫撃延命できないか。金出してあげて、スケブに対してあそこまであれできんのやばくない？迫撃。で、ここガゴムレで受けよう。すげえダメージが入ってく。まあこれもロケット砲士でいい感じに守ってあげて、進化スケのあれがやばいマジで。ケツスケキンいきましょう。次ぐらいかな進化するの。突撃出してこんな感じでいくか。結構ダメージ入っちゃったな。延命してく。こいつマジで大事よ。やんな。オッケーオッケー、ダメージ入ってくダメージ入ってくダメージ入ってく。でかい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 。迫撃防衛で出してあげる。ロケット押し出す。OK。 なんか釣られてくんだけど、こっち熱くね。このロケット押しはね、このぐちゃぐちゃ感がマジでいいわけよ。進化スキきた。あいつ矢波打たないとダメなの。こいつマジで許しちゃいけねえ。こいつ許しちゃいけねえんだよな。やば。オッケー。からのロケット押し進化。オッケーオッケー。いやこれねやっぱ耐えるとね強いね。だし延命が結構しやすくて、うん、さあグッドゲームと。やった進化スケ怖っ。さっきのスケブ出したのどっちやねんってなったもんね。びっくりしたわ。やっぱ呪文を打たないといけないね。はい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 。ということでまあキング起動されてね、まあかなりちょっと不利なのかなっていう部分はあったんだけど、まあロケット砲士に対して手が出ないようなデッキとかにはかなり強力に立ち回れるかな。でこのボムバルのねスケ型結構強かったんだけど、まあもちろん相性もあったかな、ガゴムレが入っててとかもあったんだけど、進化ロケット押しが意外となんか適当に打ってタワーにじわ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 入れてたから、使ってみたら割と
やるじゃんっていう感じではあったね。さあよろしく。さあ次、矢の飴を持った、まあ、ラバでどんな感じなんだろうっていうね、やっていこうと思います。ババセパするか悩むな。まあ一旦しようか。これ手札が微妙なんで、ロケット押し来る、矢の飴で消しましょう。だこの通常ロケット押しの時は攻めれるけど、進化ロケット出てきたらどのくらいやばいのかをちょっと見てみたい。ゲーラバ行きましょう。墓石があるからこれでまあ守れる。おお、クエイクか。これはホバでまあ1本折られちゃうのは仕方ないけど、ワンチャン耐えてくれたら嬉しい。でこれ多分いっぱいガードしてくるんで、ここで進化ババ。え、さこのババたちがどうだ。おお、なるほどね。おっと、タゲが変わった。おお、耐えてくる。まあ、ただパピーが結構入ったと。キング起動、いやー墓石に対して強いな。なるほどなるほどなるほど。いやー、これは進化ロケット投手強いね。いやー、そこ許してくんないか。やるなと、これは。いや、やば、進化ロケット投手から一気にペースつかまれてる。そこの墓石がなんか渋かったもんね。一旦こっちラバ出さざるを得なくて、あのロケット投手をどうするかだよね。インドラ出して、一旦ここだな。いやー使ってこないのは優秀。裏をしばかないといけない。くそ、いやーかゆいなーこれなー、かゆいかゆい。この状況になるとね、あーそれやばいね、もうね、それやばいね。なるほどね。ラバに対してはかなり強い。そして穴目を、まあ、ちゃんと耐えるってことね。はい、なるほどと。うわー、マジ進化ロケコからめっちゃ作られたね、流れを。墓石突破されるとは思わんかったわ。あそこ普通耐えるんだよね、普通のロケット押しだと。続いていきましょう。仮に進化カードなしで戦うとどうなるかやってみましょうか。進化カードなしでいきます。もうシンプルな、まあスケキンダクネゴレだね。まあ強いしな、普通にスケキンも。さあロケット奉仕が結構かゆいが、どのくらい絶望的なのか知りたい。まあ、ベビードラ後ろからで、このダクネはもう捨てちゃおう。これ以上いかないで、トルネで守ってあげて、一応タルババも。これでうーん、キング起動意味ねえな。で相手もう進化ロケコチャージされたか。集まえる、なんかつけてくんのかな。一応キング起動しとこうか。でまあフェニックスが来る。はい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 、やりきれそれ。あー残念。ロイジャイは回ってるか。ライトニングで削るのがまあ一番かな、これは。
なんとか耐えてる。うわ、ロケット方式やばそう、これ、マジで。墓石が、もう、お役ごめんか、これ、里は。で、ロイジー切ったから一応、希望はある。これも無視しましょう。うん、これも無視で。おぉ。めちゃめちゃ攻めてきた。このくらい。いや、結構食らってんな。待って、これ、やばいな、ロケット方式。待てよ。こいつを、しばきに行かないといけないけど、墓石とかが結構、破壊されて。なるほどね、これ結構絶望的だな。やっぱロイジェイが多いってのもあって、なんかそもそも刺さんなそうだよね。なるほどね。ありがとうと言っておきましょう。いやー、これね、ロケット押し強いね。じゅわっ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 てなってて、じゅわっ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 てなってね、強いわ。